よし、続けていきます。第43話、クレール世界。見捨てるわけにはいかない。五丁を救出に行く。地上危険だ。五丁を見つけすぐに撤収する。食料には目もくれるな。まあ、前回俺は地上に行くってなんか出てったやつおったね、最後に。あれが五丁か。いや、そんなんならもう羽交い締めにしろよ、さっさと。一人のために全員出って。にしてもプロフェッサーはだいぶ目立つな。てか、あれですね、そもそも。ずっと2周目状態のアポストロフィーがついてたんですけど、ここは完全に初見マップになりますね。あの、丸い球体何かなるん、そう、何も触れてないしね、1周目では。どんなことしてくるとかわかるんかな。で、前回のリベンジでエアレーダーで行きます。ギガントコプターのサイレントコプター。で、キラーコプターからの強襲エアクラフト F2 からの立ちコマ行きます。やっぱ、前回やっぱ、ああいう兵士は辛かったね。爆発、もろに、受けまくって。静かにしろ。奴らに見つかる。これなんなん？奴らを見てもうろたえるんじゃないぞ。機械なんか植物なんか。死ぬだけだ。でも機械っぽいっちゃ機械っぽいくもあるわ。でもキノコ。明らかになんか。めちゃくちゃあるな、そして。これ吸っても大丈夫なん、このなんか。明らかにもう。明らかになんか。はぁ、あ。心配するな。正気など必要ない。こうなってから初めて外に出たんかな、これ。クルール。邪神の名を。邪神の名。クルール。クルール。なんかおるな、奥に。あ？絶句したわ。いや、絵に描いたような火星人来たやん。こっちもおる。強いんかな。ああ。クルールだ。クルール。なんて姿だ。なんかしろ、なんかしろ。助けてくれ。シールド。恐れるな。撃て、撃て。クルールという。あ、でも。銃弾が当たれば死ぬ。撃ちまくれ。はあ。うわ、なん。もうなんかラスボス。ラスボス。眉間に入っとる。奴ら弾を止めてる。いや、強い、これ。やっぱりサイエントコプター。前回はかなり場所的に良くなかったけど。あ、すごい。なんだ。手全部、ああ、これは言ったやろ。手全部使わく、うん、そんな強くないぞ。にしても、ああ、触手になんか機械つけてあるのか。てか、何これ。エイリアンの類ではなくて、別の知的生命、すごい転がるやん。グレイとかはどうなってんの？もう、ジェダイみたいなことしてくるやん。もしくは、自分、漫画の、あれ名前出てこん、あれすぐそこにあんのに、漫画のあれ、ワールドトリガーのシールドみたいなのどうよ。すぐこれ明らかにレンジャーで来たらきついやん。めちゃくちゃ受け止めとるやん。銃持ってるやつもおる。ほんと絵に描いたような火星人。じゃあキラコプター受け止められるかな。そうでもない、そうでも。あ、
ちょん切れるんだ、ちゃんと。触手。めっちゃ狙ってくるよ。はい、ギガント。こういうのも、ガチ生命体やん。このなんか丸いやつから生まれてきたのかな。クルーだ。不気味な。いった。ギガントいった。どう？爆発系には弱い。で、サイレント入れて、キラーも入れて。言うほどやぞ。倒した倒した。バラバラ。ゲソゲソ。ゲソじゃないんか。タコか、これ。タコの足はなんて言うんだろう。イカの足はゲソやけど、タコの足もゲソって言うんかな。この年になって知らん。それ。あ、おるおるおる。まあ、ご紹介マップでいいんかな。そんな強くないんだよ、マジで。あ、ぶつかってますよ。さあ、揚げだ、揚げだこ。上がってない。焼きだこ。これ結構美味しそうじゃない？食料にしたらいいんじゃない？これ。運が良かった。終わったよ。ちょうどいい。地上ならリングを探せる。大体の場所は分かっているが。あ、こいつか。少し待ってくれ。はあ、やはり誤差があるようだ。誤差だが、おおよそ予測通りの場所にいる。つまり、いつも通りだ。注意、大変です。邪神に囲まれています。何？めっちゃ湧いたけど。あれを見てください。おい、やばいぞ。邪神の大部隊だ。神多すぎじゃねえか。あ、終わりか。おお、まだこの数ならやれんかなって思ってしまったわ。次がまた決戦か。